ナイスカバカバナイスナイスナイスあスミレ先輩ねえスミレ先輩のコメントギルルだけ、うん、終わっとるミレ先輩ミレ先輩もそっち側なんですねラムチには興味ないってあふざけんなよじゃあギルルに興味があるって言いたいわけすいませんないですうちのスミレ先輩がさうちのなんだギルルはさうん V スポに押し入る誰だと思うめんどくさいるんだっちゃあまあいるっちゃいるねもういるんやギルルの好みわかんない、装備くれないサンキュー。はい。このあいって返事やめた方がいいと思う？なんで？あれじゃハンターハンターハンターの何かみたいじゃん。いいじゃん。はいの方がいいかな。うざいかな。ラムってうざい？いや。で推しは誰なの？二人いる。二人？今15人？16人。だから8分の1で当たるよ。その2人はじゃあ全くなんか違う感じですか？ジャンルで言ったら。あジャンルで言ったらどういうこと？だから例えば静かな子と元気な子みたいな。静かめな、みんな元気だけど。あでも似てるかも。壁を展開。ある意味似てる。むずっ。何やそれ。似てるんだ。難しい。ヒント。まあワイプがついてた頃、俺の PC の上に2人アクリルスタンドが乗ってた。知らないって。いつだよつい最近までじゃない？だってそんな。そうやね、まあ、あともうちょっとヒント。一人は大先輩。どっちも全部大先輩だけど、一人はちょい先輩。あデビュー時期の話か。うん、一人は結構喋ったことある。一人はマジでほんとんど喋ったことない。ギルルが。うん、イルハさん大正解。でも一人がちょい先輩だし。気をつけろエマさん。設置テレポート可能だ。じゃあ好きなところ言ってみて。何好きなところ。二人とも。うん、まあ、野瀬さんは、まあ、普通に面白いです。うん、そもそもが。うん、返しも面白いし喋りもおもろいし、うん、から普通に見てるし。うん、まあ、ええー、なと思う。うん、熊さんは癒し。ハッピーは。そうだね、まだ言ってないね。ハッピー唯一1枚買った、うん、でもその2人ではないよ。え違うの？それまた違うの？違う。うん、それまた違うよ。ひなのさんあ、そうです。わかりやす。だって買わないと怒られるし。やめなよそういうこと言うの。引くな引くな引くなってやる。ラムチ俺のことを当ててくるようになったね。困ります。だってギルル分かりやすいもん泣いてます。分かりやすいって